ガシ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 、上の歯、下の歯、全部入れパッ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 ポン。どうも、たくあんボーイです。本日は67日目でございます。早速メイクやっていきたいと思います。それではミュージックスタート。だいぶ太陽の日差しも強くなってきましたのでね、こちらですね、日焼け止めも入った下地ですけども、これをね、ドラッグストアで買ってきたのでこれ使いたいと思います。こちらのクッションファンデ使っていきたいと思います。ジョンセンボルですね。でチップコンシーラーですね。はい、でチップコンシーラーはね、これ直接ねニキビにポンって当ててたんですけど、これは良くないっていうことがね最近動画見てて分かりましたので、これはね手につけて直接やった方がいいらしいですね。手で直はあまりね菌がついちゃうので良くないらしいですね、ニキビに。はい、こんな感じですね。で最後にこちらイニスフリーをまんべんなく塗っていくということで、パーフェクトダイアリーこちらでやっていきます。後ろも虎柄だ。はい、ということでクセっ毛がね大爆発しておりますけども、今日はこんな感じですね。アイメイクのめっちゃフラミンゴみたいになっちゃうっていうところをだいぶね控えめに塗ったら、まあまあまあ意外といい感じになったので、うん、良かったなと思っております。スキンアクアトーンアップ UV エッセンス MA っていうやつなんですけど、これはね日焼け止めがメインなので、まあ下地としてねそこまでカバー力とかはないんですけど、まあこれからね夏になって日差しが強くなるときはね、これをしていこうかなと思っております。ということでね、明日も頑張っていきたいと思います。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。シュイシュイついて、こいだせ、よいしょ。